特に有名なのは満金丹という薬。桃太郎伝説シリーズに登場する満金丹はこれに由来するそうです。忍者と一緒にジャパニーズカルチャーを学ぶ忍者カルチャー TV。 こんにちは、くのいちの鏡と申します。今回は治療から暗殺まで忍者の科学満金丹について楽しく学んでいきましょう。かつて忍者は薬学の専門家でもありました。一口に薬といっても病気や怪我を治すものから暗殺用の毒薬、人を操る幻覚剤まで幅広くあります。例えば病気を治して気に入られ目的の人物に近づいて毒薬で暗殺する、これは戦乱の時代における忍者ならではの仕事でした。忍者が薬学に精通していた理由はそのルーツである山伏の活動に遡ります。山伏はお札を配るために全国各地を回っており、情報収集の能力に長けていました。このような点は忍者としての一面が見られます。忍者が薬売りに変装して諜報活動を行っていたという話は水戸黄門などの時代劇で書かれていますが、あながち嘘ではなかったらしいのです。なぜなら伊賀甲賀の奥深い山の中で山岳信仰の修行をする修験者の中から忍者が派生したとも考えられているからです。また家事祈祷を行う中で実はこっそりと薬を使って病気を治していたとも言います。敵地に入り込んで諜報活動をする中で野外で活動する忍者は地域の特性上その土地に生えている植物の知識も豊富でした。特に甲賀忍者は医療薬に強かったらしく、山伏に変装して医薬やお札で人々に近づいては情報収集を行っていたということです。山伏の修行場は主に海岸から離れた山岳地帯にありました。多種多様の薬草が育成する気候や風土に適した地域で、麓から頂上まで様々な種類の薬草が取ることができました。そんな周囲を山々に囲まれていた伊賀や甲賀の者たちは薬草に恵まれた地域で忍者の修行を行っていたのです。とりわけ甲賀は昔から有名な薬草の産地でした。奈良の正倉院に保管されている薬草はほとんどが滋賀県付近で採れたものだそうです。実際当時の記録によると伊賀甲賀一帯の薬草の生産量は全国一と記されています。特に有名なのは満金丹という薬。お腹が痛くなった時に飲むと調子が整えられるお薬として旅の常備薬として使われていました。現在でも一部で取り扱っているお店もあります。この満金丹は三重県伊勢市周辺で伝統的に漢方薬として製造・販売されています。21世紀の現在も忍者の知識をもとに製造を継続しているのは小西満金丹と野間の満金丹の2つです。ここで小ネタですが、ハドソンが発売していた桃太郎伝説シリーズに登場する術の一つである満金丹はこれに由来するそうです。忍者の作ったこの満金丹、現代の医薬品にしても通用するのでしょうか。三重県健康環境研究所の年報によると、満金丹に配合されている肝臓の中に含まれる有効成分であるグリチルリチン酸が一定以上含まれていることが分かりました。グリチルリチン酸は優れた消炎効果があり、風邪薬や鼻炎薬、点眼薬、胃腸薬などあらゆる部分の炎症を鎮める成分として現在も広く使われており、十分に通用することが分かりました。忍者の知恵は素晴らしいですね。明治17年の修験禁止令とともに山伏は姿を消しました。甲賀では神社のお札を配る配り札の本業を奪われた山伏たちがそれまで副業だった製薬業に移行、配り札の先がそのまま薬を売る得意先となっていきました。それが現代でも利用されるようになった置き薬の始まりです。置き薬とは年に一度薬屋さんが各家庭を訪れ薬を置き、翌年使っただけの代金を受け取る仕組みです。今では甲賀地方ではたくさんの製薬会社があります。これはかつての山伏、すなわち忍者たちが残していった財産なのです。今回のジャパニーズカルチャーは、
ったでしょうか。今回は忍者と薬学というテーマについてお話しさせていただきました。このチャンネルは忍者文化の保存とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。忍者、民間伝承、呪術、都市伝説など幅広い分野のジャパニーズカルチャーを伝えていく予定です。あなたの地元に伝わる忍者の言い伝えやイラストのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。